ダダーン、なんと今回は最近流行ってる鬼滅の刃のグッズを紹介しながら開けてみたいと思います。みんなは好きなキャラは善逸と宮かしのぶ、炭治郎、禰豆子、どれだ？コメントで教えて。善逸、オッケー。ちなみに誰が好きなの？炭治郎。富岡炭治郎、禰豆子。じゃあ月野から。一個ずつ出していくか。わ、すごいいっぱい入ってる。じゃあまず1個目。これは何ですか？タオル。炭治郎。炭治郎と善逸と禰豆子のタオルです。炭治郎です。お、すげえ。炭治郎と禰豆子。あ、伊之助もいた。本当だ。じゃあ次。これは何？なんかキーホルダーかなんかバッジかキーホルダー。キーホルダー。あ、本当だ。これでした。これでした。さあ次、もう開けてる。炭治郎の。炭治郎。ぬいぐるみ？ぬいぐるみ？ゴーが声を出しました。炭治郎っぽい。どうしたで？あ、これ選べるわけじゃないんだ。そうそう。何が入っているかわかんないけど。さあ誰が出るかな？おねね合ってた。イエーイ。お、ねねがこれ激うまから買ったの。それは何かな？ゴー。右右マスコット。右じゃないよ、右だよ。さあ誰かな。全部で8種類ある。これでなんかこいつっぽいな。あ、こいつか。みつり。あ、お、いいな。めっちゃそれ大好きなやつだね。ねがこれ誰だっけ？うずい。出ました。はい、次は。お、これ何？炭治郎のね、なんか妻に聞かせる洋服。じゃじゃーん。ここです。これに着てるやつなの？そうそうそう。え、すごいね。これ。アニメーターでね、てんやわんやだったのね。すごい。これキキの？あれ。これ着せてみようか。せっかくだから。はい、やっと着せられた。じゃーん。よし、じゃあ次は今キキが開けてるのはもちコロリン2。おお、早く触って出た。だから柱でやる。俺が来た。これ出た。だから柱でやる。私が来た。あ、お財布。俺が来た。秘密のお財布、ガマ口。じゃんじゃん。それは何？バッチ？ママにお土産買ってきてくれました。そう。うま辛味噌味。うんね。ベビースターバージョンで、ママベビースター好きで辛いもん好きじゃん。うんうん。だからベビースターの辛いバージョン買ってみた。でママ激辛系好きじゃん。うん、大好き。だから買ってきたママに。後味にピリリと程よく感じられる辛みが食欲をそそります。ねえも食べれるかな。ちょっと辛いって、ピリ辛。炭治郎のお人形。あと1個で終わりですよね、もう。え、まだあるの？これは何？ノルキャラマスコット。炭治郎。これはボールペンとシャーペン。すごい、こういうね。何？ミラー？ミラー。これも刀みたいに跳ねれるミラー。もう一回聞き合って。おお、かっこいいね。炭治郎のイヤリング。うん。それは？これは何？ソフビー。ねじこ。ねじこ、本当だ本当だ。お、やったね。え、これつけてみる？イヤリング。おお、すげえ。すごい、炭治郎の耳飾りと同じだ。よし、ねるの。じゃあねるの行きましょう。はい。これ買いました。ウエハース。なんかいっぱい売ってたので、2人で2個ずつ買ってみましたって。あ、そうなんだ。あ、そうニコニコ。あ、キキの分も買ってたの？うん。ねね優しいね。優しい。キキのだってこれ。じゃあやったね。ねねも実家から買ってました。あ、ねねも買ってたんだ。で、あ、なんかあれだね。馬からな。無一郎って呼ぶの。そう無一郎。じゃあキキおまけに3つあげる。すごいカード。テレカ並みのなんか。キキ開けちゃった。テレカってない。いやテレカ知らない。知らない。テレモンカード。嘘でしょ。炭治郎。あ、炭治郎。キキに3つあげたおまけ。すごい立派なカードこれ。これはクマが炭治郎とかがなかったのでねな全一にしました。全一はこの人ですからね。押せないでください。全集中どうぞですからね。ちょっとねビビリで弱い人で炭治郎って甘い子なんですよ。雷の呼吸、1の方どうで。というわけで聞かせてみます。じゃあ次はなんだっけ、こいつなんかわかんない。あ、京次郎。京次郎を今日ね、なんか言葉が言うの難しいんですけど、京次郎が今一番ハマってて。ハマってねえの。ハマってるの名前知らねえじゃん。でもね、あんまり技とかは知らないんですけど、いやねねたちが見てるアニメだと出てきたばっかだからな。かっこいいから買ってみました。じゃあ次はチャームです。いや、キキと同じじゃん。チャームコレクションってやつ。ここもたぶかんじゃん。これはなんだ。これはキャね、ここに書いてあるね。ミヤってやつね。ミヤっていう。あ、ミヤだこれ。多分ミヤ。サネミだってサネミ。稲津川サネミだってサネミだ。サネミ？これね、禰豆子が蹴って足が切れちゃったボールなんですが、私もミラーでございます。皆さん見てください。私たち禰豆子お揃いなんです。すごいでしょ。じゃあ次はこれはなんか長いステッカーです。シールかな。おー、やったー。こいつ欲しかったー。おー、炭治郎。おー、全部欲しかったやつじゃん。もうでコレクションカード開けてみます。ウェハースじゃないやつはまず1個目、かなおガム食べます。食べるよ。もう1個開けます。もう1個開けますじゃねえ。おっ、ねずこなんか支えたやつです。これなんか支えた時にちょっと怒って戦おうとしてました。でも痛くて戦えなかったっていう意味です。なんかこのガムの味、ねねもなんかいろんなフルーツが混ざってるって感じなんですけど、ねねもなんかのフルーツがわかりません。ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。雷の呼吸1の方。ねねがこれになっちゃったわ。よーし、戦いに行くぞ。なんてね。ね、今びっくりした。ね、ねですよ。間違えないでください。ごめんね。まだこれありました。きっとこれありました。おお、ありがとう。見てね。うん。これとこれと。男に憧れの人ね。傷がついてる人が大好きなんで。じゃじゃん。プニプニクイ。少クイズ。トリプニクイズクイズ。サンダルかな。あ、誰？富岡。好きだけどね。マジでね。パパ富岡一番好きだけど。富岡一番好きだよ。最後。お互いでしょ。うわ、気泡。録画入ってない。ビデオ撮れてない。ビデオ撮るボタン忘れちゃった。絶対ほら、スタンバイになってないから。せーの、バイバイ。バイバイ。インスタグラムに登録してね。TikTok もよろしくね。バイバイ。ドドン。オレンジ。みんな